皆さんこんにちは、ペソでございます。横座物語続きやっていきましょう。では、秋場所の本場所ですね。番付は変わってないね。で、バンバさんがね、重量復帰したというところぐらいですね。これも初日のね、前回も一緒でしたね。富の小路さんとキアゲさんね。はい、初日なんでまた、全員見ていきましょう。柳のバンバさんは時司さんですね。出て。押されてるね。粘るけどね。うまくやられた。はい、五小町さんは竹野淵さんが初日のお相手ですね。おお、上手出し投げか。はい、木上さんと富野小路さんは同門対決からスタート。木上さんがじわじわと寄り切った。はい、薬師さんは浅野方さんが初日の相手ですね。薬師さん技を使わずに力できましたね。片桐原さんは正気鋭さんとですね。残った。ケタ食ったはい、北王子さんは大崎山さん。おお、またまた力はあるね。はい、六角さんは浦風さんとですね。さあ、六角さんも勝ちました。意外だったのはね、五駒さんが初日に敗れたことかな。で、バンバさんもまだまだやね。はい、上位陣は、あ、たまちゃんが負けてんのか。さあ、2日目いきましょう。
はい、柳のババさんは石んばなさんとですね、あ、2日目なんでごめんなさい、いつものように発祥っていきますね。はい、ごこまちさんは若しぐれさん、木揚げさんは小結びのゲイブナザさんとの一番ですね。そっか、ゲイブナザさんも初日黒星か、一時の勢いがね、なくなってきてるね。残った残った、あ、いててて、残った、おー、下手投げこらえられた、残った、おー、救った、珍しいな、蹴上げさんの救い投げが見れたね。さあ、富野浩二さんは大関の立ち風さんとですね、残った、うん、追い込んでからが決めれない。さあ、サイド追い込んで、上手投げ危ない、こらえた、出せない、あ、真ん中戻った、さあサイド2つ入った、残った、おお、勝った大関にはやられるね。はい、薬師さんのお相手は正気栄さん、これはパスしますね。カテギアさん、浅野方さんと、北尾さんは浦風さんで、六角さんは大崎山さんですね。はい、4横綱安泰ですね。ここまでさんもなんとか初日出ましたね。はい、バンバさんも初日出てますね。はい、では3日目いきましょうか。あ、ゲイブナーさんだけ2連敗なんだ。ああ、富野小路さん、我流さんと当たるんですね。はい、柳のバンバさんと木津波さん、一緒一敗同士ですね。はい、五小町さんは2連勝中の塩の海さんと、蹴上げさんは2連敗中の立ち錦さん、富野小路さん2連勝中の我流さんと当たります。これはちょっと見ましょう。おー、いきなり先手取ってきてるね。これはより倒された、力負けだね。はい、薬師さんは大崎山さんですね。ここはまたパスしていきます。片桐さんは浦風さんと、で、北尾さんは浅野方さん、六角さんは正気栄さん、うん、四横綱安泰。富野浩二さんがね、我流さんには負けちゃいましたね。で、蹴上げさん、五小町さんは勝ち、あとは柳のばんばさん、あ、勝ってますね。
はい、3日目終わってジョイジンこんな感じですね。あ、ケイブナスさんが3連敗だね。はい、4日目行きましょう。お、富野浩二さんと薬師さんか。神様対富野浩二さんね。片際さんはゲイブナルさんと。はい、柳のママさん1勝2敗の東橋さんですね。ごこましさん3連敗中の高輪さん、木上さんは2勝1敗の諸瀬戸さん。はい、富野浩二さんと薬師さん同門対決ですね。薬師さん3連勝中、富野浩二さん1勝2敗。おお、坂取ったりを使った薬師さんの勝ち。はい、片際さん小結び3連敗中のゲイブナダさんとの一番ですね。さあ、衰えた片木原さんでも通用するのか。追い込んだ。残った。粘るね、やっぱり。再度追い込む。そのまま行きたい。やー、差し替えないか。勝った。いったー。北尾さんは立ち錦式さんですね。これはパスします。六角さんは八尾島さん。なかなかいいの見れましたね。薬師さんのね、神の逆取ったり。ああ、柳のママさん、ま、うん、まあやっぱり上半身鍛えると変わってきますね。はい、4日目終了しました。六角さん、北王子さん、片木原さん、薬師さん、木上さんが4連勝。五駒さん3勝1敗。富野浩二さんがちょっと元気ないね。1勝3敗。で、柳のバンバさんが3勝1敗というところですね。では、5日目行きましょう。今日は薬師さんとゲイブナダさんですね。富野浩二さん、片木原さんと当たる。はい、柳のバンバさん2勝2敗の青龍山さんですね。あ、ごめんなさい、入っちゃった。ごこましさんと港川さん3勝1敗同士。木上さん、猪苗代さんですね。お相手は1勝3敗。薬師さん4連勝中、小結ゲームナースさんなんと4連敗中での5日目の1番になりました。おお、一気にいった。はい、片際さん4連勝中で、元気のない富野浩二さん1勝3敗の同門対決。残った。
おお、巻き返してくる。残った。あー、しかし押してんのは富の声さんだね、確実に。勝ったのは富の声さん。はい、北尾寺さん、4連敗中の八尾島さん、これはパスしますね。六角さんはこちらも4連敗中、立ち認識さん。うん、浮き上げさんとここまちさんもちゃんと勝ってるね。伊達の花さんがやっぱり強いな。で、柳のママさんもね、勝ち星を重ね出しましたね。はい、では6日目いきましょう。ああ、六角さんが今日ゲイブナーズさんと当たるんですね。北尾寺さんと富の小路さん。はい、4勝1敗同士の一番になりました。柳のママさんと一ノ倉さん。ごごましさん、今日のお相手は高瀬川さんですね。現在2勝3敗。木上さんは八郎方さんとですね、お相手は5連敗中。薬師さん、立ち認識さんですね、こちらもお相手5連敗中。片桐原さんは八尾島さん、あ、みんな5連敗中だね。で、北尾寺さんが5連勝、富の小路さん2勝3敗での同門対決。さあ、一気に追い込んだが送り出しをこらえた。うわ、手投げ、北尾寺さんの勝ち。はい、六角さん5連勝中ですね。5連敗中の元気のないゲームナさんとの一番。より倒し。うん、けあげさんとごこまちさんもちゃんと勝ってますね。伊達の花さんが強いね。早く幕打ち上がればいいのにね。あ、ババさんは負けちゃったか。はい、3日目終了しました。六角さん、北王子さん、薬師さん、けあげさんが6連勝。片桐原さんと、ここましさんが5勝1敗。で、富野小路さんがね、2勝4敗なんですよね。なんでだろうね。で、柳のママさんが4勝2敗というところですね。では、7日目いきましょう。あ、けあげさんと北王子さんが、連勝同士の一番ですね。薬師さんは大関の狩竜さん。六角さんは大関の立ち風さん。あ、片桐原さんが荒藤さんと当たる。柳のママさん2勝4敗の大雪山さんですね。富野浩二さん、こちらはお相手3勝3敗の塩見岳さん。ここまちさん6連敗中の琴千鳥さんと、薬師さん、ガリュウさんと6連勝同士での一番になります。残った。
さあ追い込んだ薬師さん、そのまま、あーしかしガリュウさんやっぱり粘るね。さあ再度追い込む、もう一丁行きたいところ、下手投げ、より切らすんじゃなくてね、ちゃんと投げを使うところはさすがですね。さあ片桐さん5勝1敗6連勝中の荒藤さんと1番、さあ気をつけたいのは殿下の宝刀上手投げ、追い込んだ、行くのか行くのか、片桐派さん、わー天下の宝刀は手投げきついな。はい、北内さんと木上さんは6連勝同士、なおかつ同門対決。おお、木上さんは今場所絶好調だね。先場所はねちょっとピリッとしなかったからね。はたいたー、勝ったのは北おじさん。はい、六角さん6連勝中、5勝1敗の大関立ち風さんとの一番です。押し出しました、六角さんの勝ち。片桐さん惜しかったね、追い込んだんだけどね。あ、バンバさん敗れちゃったか。はい、こんな感じですね、7連勝が1、2、3、4、一気に減りましたね。では前半戦ラスト8日目いきましょう。荒藤さんと、はい、柳のママさんは5勝2敗の初勝ちだけさんとですね。富野浩二さん1勝6敗の玉小金さんとですね。小町さん3勝4敗の不安の国さんと、はい、薬師さん荒藤さん7連勝同士で、8日目に当たりましたね。さあ真ん中のせめぎ合いから動かない、ようやく動いた。さあ追い込んだよ、おっつけて出す押し出し、勝ったのは薬師さん。さあ片桐さん5勝2敗ですね、大関の我流さんは6勝1敗の1番になります。はたいたー、片桐原さんの勝ち。はい、北内さんも勝ち越しかかってますね。お相手は5勝2敗大関立ち風さんとですね。残った。
残った。さあ追い込んだ。そこから一気に寄り切った。北尾路さんも8連勝。はい、六角さんも勝ち越しかかってますけど、同門対決となりました。6勝1敗の木上さんとの一番になります。残った。おお、けあげさんの切り返しか。六角さん敗れました。前回も同じようなね、なんかデジャブのような感じするんですけどね。はい、重量は、ああバンバさん久々の桁繰り使ってますね。はい、前半戦終了しました。8連勝で、勝ち越しを飾ったのは北尾路さんと薬師さん。六角さん7勝1敗、五駒さんも木上さんも7勝1敗ね。片桐さんが6勝2敗、富野浩二さんが4勝4敗で、重量は伊達の花さんとラオウさんが8連勝で、柳のまんまさんは、5勝3敗という結果でした。うん、まあそのままですんなり薬師さんか北王子さんの優勝というわけにはどうも今場所もいきそうな感じはあまりしないですけどね。今後どうなることでしょうか。またお楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。